過去とか未来とかってさ、すごい現在に比べたらすごい俺にとってくだらないことだね。俺は現在でしかないから過去も未来もあんま興味ないね。ベースだけが売りですからね。ベースで飯食ってるわけだから、はいはい、違う部分では評価って全くされる必要ないし、そう思ってます。やっぱ客が乗ってくれた時が一番やっぱり気持ちいいんだろうな。やっててどうしてももう目の前にいるこう人をこう僕は見ながら叩いてるから、そちらがこう楽しそうにしてるなっていうのが見えたりすると余計なんか俺も嬉しいし、痛いっていうかさ、弾くと痛いみたいなさ、うちらのバンドってみんなそうだと思うね。まこちゃんはもう豆だらけで叩くしさ、まっちゃんと俺ももうなんか爪がなくなっちゃうぐらいやってるし、ヒムロックはとりあえずステージ終わると立てないみたいなさ、そういうなんか痛さが気持ちいいんだろうねって思う。痛くないとさ、やってる実感がないじゃん。その当時はもう高崎の本当に10人中7、8人はギターを担いで歩いてるぐらいの勢いだったんで、もうバンドとしての音楽のシーンっていうのは高崎の盛り上がりはものすごかったですね。あとはその周りの環境ですね。その高崎の有志っていうのが、その要するにライブ活動を盛り上げようとか、みんなで音楽イベントやっていこうよとかっていう人たちがたくさんいたんで、要するに音楽仲間っていうのがたくさんいたんですよ。多分それのそういう意味で言えば、それから誰か出てくるっていうのは必然だったかもしれないですよね。一つその、思い出してみるとですね、コンテスト出るためには曲作り、自分たちのオリジナルソングっていうのを、作りますから、曲作りをするためにホテイ君の家へ、バンドメンバーで集まって、ちょっとこう休憩タイムの間にですね、たまたまストップウォッチがあって、このストップウォッチでなんかゲームをしようって話になりまして、でじゃあ、ぴったしこう5秒で止められたら、なんとかだみたいなですね。ホテイ君はどういうことをしたかっていうと、右手にストップウォッチを持ってですね、いきなりこうリズムを取り出したわけですね。でパッと止めた瞬間が何回やってもぴったり5秒、なんというリズム感の塊のやつだという、その時からもうホテイという一人のこう別世界の、同じやってたあのバンドやっててもこいつは別世界のやつだっていうのを直感した一つのエピソードと言っていいんですかね。ちょうど同じクラスだったんですよ。で入学式の時からなんか目つきの悪いんがいるなと思ったら日頃だったっていう、あの頃もまあギターあたりは必殺みたいなんだけど、で最初そしたらまあ同じ高校の氷室ではなかったですけど他のバンドっていうか、まあバンド一緒にやろうぜみたいな感じでやり始めたら、今度氷室の方がバンドやってるなら同級生だし一緒にやろうぜみたいな感じで、で一緒にやり始めたんです。でやるのが一応ロックンロールみたいな感じで言われたんで、乗り気最初はなかったんですけども、やり始めて、で続けていくうちになんかどんどん惹かれていっちゃったような感じ。まあ氷室とかの、まあ、人間性みたいなのもあるんだろうけど、まあ、他のメンバーとかなんかでプロになりたいなっていう話したし、行くとこはもうプロっていうことで、もう全員でもう目指したっていう形だったんですけどね。
確かさ一番最初に出てくださったのは、まあ、デモテープじゃなくて実際にその演奏を聴かせる新人オーディションデイみたいのがあったんですよ。そこの、ゲストとして、ボーイさんが初めて登場したんですよね。でまあお店に入ったらば不機嫌そうな彼らが入り口のところにいるわけですよ、氷室さんですかが、ちょっと俺らの番どうなってんだよ、まあ、ちょっと軽い言い合いになって、で布袋さんが多分布袋さんだったと思うんですけども、まあ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 って言った時にトコトコトコっと階段を降りてきたのが高橋誠さんなんですよ。で僕高橋誠さんっていうのは同郷でして、あ何まこっちゃんどうしたのなんて言ったら、よ俺今日ここでやるんだよみたいな感じでね、それで何一緒なのっていうことになって、もうすごいもうバカなもんじゃって、もう全然そんな険悪なムードも全然なくなっちゃって、だからまこさんあの時来てくれてすごい良かったんですけどね。6人の後期から4人の初期に関わり合ってたんですが、状況は決して良くなかったと思うんですけど、もうライブやり続けてて、で徐々に徐々に盛り上がっていったっていうのはすごいいいパターンじゃないですかね。なんか当時いろんな番組なんですけど、もう全然もう 無関心でした、他のバンドはね。それぐらい強力なインパクトがあった。ボーイが最初に来た時確かね30人ぐらいしか入んなかった1回目のライブは。でまあメンバー自身も僕もっていうなんじゃ全然ダメじゃんっていう印象はありますよね。でその後すぐこう急激に動員が増えていって、まあメディアにも載ってないわけですから、やっぱり口コミで広がっていったんだと思いますけどね。なのでまあボーイもですね、ある程度まあちっちゃいライブハウスですから、もうお客さんがすぐいっぱいになっちゃって、もうこれは溢れちゃうと、いよいよホールをやんなきゃいけないっていう時に、まあボーイだったらここがいいんじゃないのっていう相談を受けて、まあそういうアドバイスをしたような記憶はありますけどね。ドイツで録音して帰ってきてすぐ布袋くんがあの頃原宿に住んでたのかな、で遊びに来いよって言われて行って、で いいアルバムができたよって聞かせてもらったのをすごい覚えてますね。
すごいやろだった。で、あと、クラウディーハートっていう曲があるんですけど、あれは、ロフトでずっとやってた曲なんですよ。タイトル忘れたんですけど、クラウディーハートっていうタイトルではなかったんですよ。で、ある、向こうで、エンジニアが、これはクラウディーハートだっていう、ふうに言ったんで、このタイトルに決めたんだってその時に教えてもらって、ああそうか、いい曲、いいタイトルだねなんてっていう話が記憶にあります。ライムハウスのバンドってのは、まあハンデ押したようにワンボックスに乗って、で楽器とメンバーが一緒に混載されてですね、まあそれをちょっと気が利いたバンドはマネージャーが運転して走ってくるわけなんですけど、まあ、ボーイももちろん同じくですね、一台のワンボックスに牛詰めになって来てましたよ。いやでもよくこんなにいっぱい人が集まってくれるなんて、俺はそれがすごい感心してるんだけど、昔はなんか楽器積み込んでね、メンバーと運転手とマネージャー6人ぐらいでなんかせこそこやってたのを思うと、なんか妙な考えがあるなって。うん、この人はリズムをどこで取ってるの、腰かなとか足かなとか、結局全身だったんだけども、やっぱ自己満足じゃないと思うのね。自己満足、うん、曲にしろ詩にしろ、なんかものを作るときは、うん、俺はどうしても自己満足に走れないっていうか、うん、どうしてもねステージのことがやっぱ頭に浮かんじゃうし、ステージやっていろいろ、例えばいろんなスタイ音楽のスタイルあるし、うん、計算で成り立ってる音楽もあるし、そういう音楽も嫌いじゃないけど、自分でやったら快感は多分得られないなと思う。今思えば信じてたっていう感じはしますね。この人たちはやっぱすごい音楽性の幅がどこにでも広がっていける。その時その時で割とね、うん、ジャスタヒーローが一番ちょっと変わったことをやったかなっていう感じで、うん、結局はでもボーイってやっぱり3ピースですからね、はい、ボーカルがいてその他ドラムベースギターだから、うん、そうするとやっぱりそれをそのままライブでも十分通用するような形でレコーディングすると、ね、今回のアルバムみたいに、ああいう、もう本当にシンプルな形に、うん、知らない世代が聞いてもあれこれなんてバンドとか、今聞いても全然古さがないっていうか、一度作ったものをまた突き詰めてそれを表現していくことに関してはそんなに興味を感じないよね。自分の中に新しいものをインスパイアして、それを常に次の作品に表現していく。だからある意味でなんていうのかな、新しいものを取り入れてそれを吐き出すただのフィルターでしかないわけ、自分個人っていうのはさ。それの繰り返しで常にいたいなとは思いますよね、うん、そうじゃなくなった時はきっとボーイはボーイとして輝かなくなる時だと思うんだ、彼らの一応最後のステージだっていうことは開演前から知ってたんで、そこでトラブるようなことは絶対させたくないんで、あの時ツアースタッフがまあ何人ぐらいいたんだろう、20人そこそこいたと思うんですけど、結構感極まってる連中はいたんですよ。逆にそういう連中がこう涙腺緩くしているのを見ちゃうと、
一応監督さんなわけじゃないですか。一緒になってうるうるしてるわけにはいかないんですよね。だから逆に立場上意識的に一歩引いてましたよね、まあ、気持ちの上ではどっぷりそこに入りたがってたんでしょうけど、自分もまあそういうわけにはいかないぞという意識がすごく強くて、一歩とか二歩か引いてみてましたよね。僕は実際に渋子には行ってないんですよ。でまあ当然見てもいないということは撮影にも参加はしてないんですけども、今年になってまあたまたま電話かかってきて、実は渋子のフィルムが見つかったんだけれども、一回見てみてくれないっていう話をいただいて、それは喜んでみますよね。僕も見たかった渋子だし、ぜひやらせてもらいたいっていうことで編集したんですけども、まあ鳥肌立ちますよね。ボーイに関してはどこにもなくて突然ボーイっていう音楽があるっていう感じがしますよね。それでも意味でもそのどこにも属さないボーイはボーイであるっていうのはすごく感じますよね。ファンを大事にしてましたし、コンサートっていうかステージっていうものを本当に一生懸命取り組んでましたから、でそれだけやっぱりこう自分たちの曲っていうものの完成度を、高く持っていたって言いますかね。最高にかっこいいバンドだったので、絶対こう日本をね代表するロックバンドにはなるという自信はあったんですよ。ボーイをやることによって、そのなんていうのかな、ディレクターとしてのその道が開けてきた、そのきっかけというか、その最初のバンドっていうか、だから忘れられないバンドですよね。だからそういう意味ではとても大事なというか、自分にとって、今日はこんなこと言わなきゃいけないことはしたんですけど、6年間かなり最強に近いですよね。4人とも主役になってましたよね、瞬間瞬間で。日本のロックシーンがきっとなんか時に変わってったんだろうなって気がしますよね。6年間ボーイをやってきました。誰が何と言おうと日本で一番かっこいいバンドだったと思います。これから一人一人が一人一人のために、今まで4人でしかできなかった音楽やってきたように、一人一人これからやっていこうと思います。ハレー彗星じゃないけど、まあ彗星のようなですよね。パーッと来てパーッと出て、パーッと出てパーッと解散しちゃったみたいな。だから未だに伝説ですもんね。
タイア強かったと思いますよ最近さ。でもだから快感がどこにあるかっていうところだと思うしね、やっぱ自分でやってる音楽でどこまで踊れるかみたいなさ、自分のギターをどこまで好きになれるかみたいな、まあ楽しく叩くっていうか、まあ笑顔でやるというのも一つあるだろうし、まあむっつりしてやるのはそもそも好きなタイプじゃないから、やっぱ楽しい時は楽しい顔しようよっていう感じだから、うん、それはやっぱ俺の個性っていうかね、そういうふうに考えてずっとやってきたことだからね。